床に対して円を描く動きになります。4点取ります。1、2、3、4と回していきます。ひねる、スライド、ひねる、スライド、これをつなげていきます。そうすると床に逃げます。腰を上下と前後、1、2、3、4しっかりしていきましょう。伸ばす、曲げて伸ばす、しっかり伸ばしきると曲げる、早くしていった動きが前後の締めになります。もう少し緩めた状態で骨盤を上下に上下に、膝が伸ばしきらないように少しずつ早くしてあげると、シーンする動き、肩を前に前後に動かしていきます。お腹を意識して背中で押す押す押す、逆したのがシュルダーシーン。みんなでシェアしていこう。一人でも多くの人がベリーダンスに興味を持ってやっていただけたら嬉しいと思います。一緒にね、ベリーダンスライフ楽しんでこう。イエイ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 。ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録していただけると励みになります。ぜひでは今日はこれで以上、バイバイ。